皆さんこんにちは、本日はですねご遠方シリーズということでお越しいただいているお客様をご紹介したいと思います。こちらの方々です。こんにちは。ありがとうございます。非常にフレッシュな、若い男性4名お越しいただいてまして、車が後ろに2台 K-WORKS と SWIFT スポーツ31ですね、お越しいただいております。こちらのオーナーの方ははい、こちらのお客様オーナーで、こちらの K-WORKS ははい、こちらのお客様でオーナーでいらっしゃいます。ちょっとお話を伺っていきたいと思いますけれども、今日は何県から皆さんお越しいただいたんでしょうか。この3人は埼玉県。埼玉、はい、群馬ということで、どん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 お越しいただくお客様がですね、東北寄りにどんどん上に行っておりますけれども、本当にたくさん遠いところからですね足を運んでいただいて、ちなみに、こちら車でお越しいただいていると思うんですけども、ここまでは移動手段はどんな感じ、移動はどんな感じで。下道で高速ではなくて下道で、何キロぐらいかちょっとよくわからないですけど、時間にするとどれぐらい？2日下道で2日運転して、高速を使わなかった理由とかあるんですか？学生だったり実は言っていいですかね、専門学校の、特に車の整備の勉強されていらっしゃる学生さんで、弊社を知ってですね鈴木社にお乗りいただいているということで、本当にいいきっかけと言ったらあれですけれども、こういった形でつながりを持ってですねご縁をいただいて、遊びにお越しいただいております。九州に来るメインは弊社のメインで、ありがとうございます。そんな若い方4人がですね夏休みの期間を利用してわざわざ九州までお越しいただけるっていうのは本当にありがたい限りでございます。で、せっかくお越しいただいて、今日は遊びに来ていただいたオイル交換とか、あとパワーエコンプラスも入れていただきましたけれども、せっかくなんで愛車の紹介を、まずは31の方からなんかアピールポイントがあれば。いざ言われるとちょっと困る。でも外見は本当でき、はい、歴車っていう。そうですね。それでも買ったんで、唯一自分で手に入れたのはステアリングとシートを付け替えたぐらいですかね。はい、フルバケがついてるってことは、サーキットとかも。はい。走ってる。最近はちょっと大阪なんですけど。はい、あ、本当ですか。はい。ちょっとお金の面もあって。あ、なるほどですね。じゃあもうサーキット走行を日頃から楽しまれている車両ということで、非常にチューニングも進んでいて、非常にマフラーのいい音がですね、響き渡っておりましたけど、日頃からそういった形で楽しまれて。ちなみに今後のカスタマイズのご予定でもありますか？大事に乗るっていう。そうですね。メンテナンスして、なんか笑ってらっしゃいますけど、皆さん、大丈夫ですか？お友達からそれありかみたいな感じになってますけど、大事にこれからメンテナンスを。さっき言っていくとタイヤも減りますので、ブレーキも減りますので、まあ、ぜひそういったところもチューニングを進めていただければと思っています。そして、こちら。オーナーの方ですし、こだわりのポイント、アピールポイントあれば、ステアリング、映していただいていいですか。ドリフティングのこんな感じで、おしゃれについております。こちらがアピールポイントということで、あとは吸排気とタワーバーが後ろと前に、はい、でも結構本格的にチューニングが進んでるんですね。それぞれに、皆さんそれぞれにこだわり、お友達の方もですね、実はワークスに乗ってあったりとか、今日はちょっと車がないんですけれども、それぞれにですね、車に対しての熱い思いを持って、勉強されている途中ということで、これからは、全国で、車のお店で働かれる予定というところもですね、はい、もしかしたら皆様の地元のメカニックとして、働かれているかもしれませんけれども、九州まで遊びにお越しいただいておりますので、ぜひ帰りは十分気をつけてお帰りいただいて、福岡を少しでも満喫していただければと思いますので、よろしくお願いします。今日の YouTube にこれあげますので、はい、ということで本日はですね、埼玉県と群馬県から、お越しいただきました学生さん4名ですね、鈴木社2台お乗りいただいてご来店いただきました。じゃあこの辺りでお別れです。さよなら。